2022年12月20日、ホスト TV スタッフは顔出し NG のホストの密着撮影の依頼を受け、新水湯本店へ向かいました。そこにいたのは大仏。はい、アイルです。やっぱホスト来たら会えるじゃないですか。だからもう名前にしちゃおうかなと思って。カメラなんだ。あ、これですか。もう顔出し NG なんで。可愛いでしょ。怖い。仏系でやってます。こちらは何の撮影ですか。これ今ビジョンに流す TV グラビアの撮影です。じゃここに立ってもらって。はい、なんかもうちょっといい仮面あったじゃないですか。あ、でも歌舞伎って結構お面いろいろいるくないですか。お面の方って結構高そうなお面されてるじゃないですか。これめっちゃ安かった、1000円かぶんないのがよくて。ちなみに営業中とかもこのお面ですか。はい、もちろん。もうこれすっぴんなんで。なかなか難しいキャストに当たったなと。正直ですね。ちょっとやりづらい。もうすごい口のところに汗かくから。本当の顔の方はどんな感じですか。本当の顔ですか。もう本当の顔がこれだから。いやいやいや。なんか決めポーズあれば。決めポーズ、決めポーズこれしかないでしょ。終わったみたいです。いかがでした撮影は。いい感じじゃないですか。ちなみにあのポーズは。いや、大仏といえばあれでしょ。僕大仏デースなんで。あまあ、親戚と今から C 社に行くので、ここ僕がおそらくビジョンが流れる下にあるシンスの系列なんですけど。大仏なのに C 社を。大仏の周り煙もくもくしてないですか。すごい。 C 社好きなんですよ。結構行きますよ一人で。漏れてますか。漏れてるも何もないですけど。顔出ししてない理由っていうのは、僕めちゃくちゃ顔ブスなんですよ。嘘ですけどね。はい、めっちゃイケメンなんですけど、結構明るい系なんですよ。ホストやって、まあ、2年ぐらいやってるんですけど、まあ、女の子が選んでくれる理由の強いところが喋りなんですよ。だから別に顔いらねえなと思って、じゃあいっそのこと普通の顔よりインパクトある顔にしちゃえと思って大仏です。でも仮面結構あるのに大仏なんですね。わざわざ仮面つけてんのに仮面カッコつけてもダサいやん。ちなみにあのご年齢って1025歳です。ご出身って大仏ね。僕インド出身ですね。アイルさんの今までの軽い経歴を。最初人として生まれたんで、いろいろ走ると高校生になって、一回社会人になったんです。当時ロックバンドが好きで、ロックバンドをしたいと思ったら僕音楽の才能が全然なくて、歌も上手くなければ楽器もできなくて、じゃあどうしようと思った時に、僕ロックバンドのスタッフになりたいっていうので、ライブハウスでバイトしたりとか、イベントのスタッフやってみたりとかっていうので、社会人一回辞めて。音楽関係って給料めっちゃ安くないですか。ダメだこれ生活できないと思って、その当時知り合いの紹介でバーを紹介されたんですよ。で最初普通のバーだと思って働いたら、蓋開けたらすごいボーイズバーで、もうちっちゃいホストクラブみたいな。で別に時給も出ない、その時の総売りの半分が給料ですよって言われて、もう騙されたこれはと思って。まあでも紹介してもらったから辞めれねえし働くかと思って、そしたらなんかありがたいことに100ぐらいは売り上げあったんで、50ぐらい手取りあって、でも50ぐらい手取りあるんだったらバー1本でいいやと思って、気づいたら夜始めてましたね。その後紆余曲折あり、まあボーイズバーって箱がちっちゃいんで、女の子が何人か来てくれた時に丸見えなんですよ。他のお客様がすっごいクレーム出て、じゃあもうホストクラブで働いた方が絶対給料いいし、そういうクレーム出ねえなと思って、気づいたらホストやってました。ホスト歴でいうと2年ちょっとぐらい。一番最初に入ったホストクラブは程よい中箱クラスって感じですね。歌舞伎町ではない。はい、地方です。結構すぐ売れました。まあもともとバーの時のお客様とかもいたんで、ホストの売れたの基準が分かんないですけど、まあ初月から100ぐらいは。1万23ぐらいですね。コーラ飲んでるんですか。一番栄養あるんで。シュールですか。すごい辛い。C 社は何味なんですか。これ分かんない、さっぱり系です。さっぱり系。好きな味ですね。
ちなみにそのホストクラブで働かれていた時の最高の売り上げってどれぐらいですか？月間で4000万ですね。いや本当のこと言ってください。あのキャラ守らない。いやこれガチなんですよ。月間最高売上4000万です。え、本当ですか？やっぱり仏の魅力ってやつですかね。それって売りかけだったりとかってありました？フル現金ですね。4000万も売るような感じでは全然ないんですよく言われますね。これで4000万売ってるのめちゃくちゃかっこいいでしょ。おふざけだけのポストじゃないですよ。4000万っていうのは一人のお客さん？その時の信者の数がだいたい400人ぐらい。4000万を売り上げた時ってどういう感想だったんですか？もう仏だけど神かなって思いましたね。まあ、その時仏やってなかったんですけど。4000万を売り上げるまでってどれぐらいの期間でした？1年から1年半の間ぐらいでしたね。僕ズバズバ物言っちゃうんで、テンション高くどぎついこと言ったら意外と通るんですよ。高額使う予定ないお客様とか女の子来ても席着いた瞬間にバッ、今日100使ってお願いって言ったら意外となんとかなったりするんです。そんな都合いいことあります？ちなみにその当時の営業スタイルってどういった感じですか？人間だった頃だからな。その時仮面？その時は顔出してましたね。本営ですね。まあ人間だった頃も今もそうなんですけど、お酒飲めないんですよ。一切飲んでないんですけど、こう見えて結構相談とか乗れるタイプなんで、まあ相談乗れる結果が今仏なんですけど。4000万売られた時のお客様、はい、出会いとかってどういった感じ？一番使ってくれた子に関してはこれすごい面白いのが、僕がホスト始める前から知り合いの子だったんですよ。中学生の時は元カノです。あ、元カノ。はい、その子が結構使ってくれましたね。ある日突然いきなり連絡来て、今ホストやってるよね、今日行っていいって言われて来たのが最初ですね。ここから大金を使うのはやっぱりその本営でやられてたって感じ？僕得意分野それなんですけど、その子に関しては逆に違いましたね。難しいから、中学生の時の元カノともう一回付き合い直すって。まあその子忘れられない言葉が、お金は使ったらもっと入ってくるからって言ってお金使ってくれてましたね。資産家？多分そうでしょうね。リュックの中に金の塊とか入ってたんで。4000万売った後とかって一回ポスト上がってるんですよね。業種は秘密なんですけど、自分でお店出してて一回経営者になってます。僕その経営っていうのはどれぐらい？それが僕すごいバカだったんで、適当にやりすぎて半年ぐらいでもう潰しましたね。こんなに難しいんだ経営ってって思いましたね。潰れた原因ってどういった？赤字だった。赤字だった。お金払い続けて見せ続ける人、それです。そうです。売り上げも全然なく、でもやっぱお金はかかるじゃないですか。借金はなかったですけど、その時そのホスト時代に貯めてたお金は全部なくなりましたね。総額2000万ぐらいはなかなかいないですよね。一月で2000万稼いだ後に2000万以上すぐなくすやつ。上がり時は今だなって思って一回上がったはずだったんですけどね、またホスト戻ってきちゃいました。調子乗ってお店を出して貯金もなくなって。人間で言うと20代のね、若造がそんだけ金持ったら調子乗ってましたね。お店潰れた後はもう一回その地方の方でホストクラブでちょろっと働いたけど、なんでホスト上がって戻ってんのに同じとこでやってんだと思って歌舞伎に今来てる状態ですね。新水湯本店さんを選んだ理由ってのは？僕結構体験とか回らせてもらったんですけど、まあ店の雰囲気だったりとか店の規模感だったりとか、結構そういうの気にするタイプなんですよ。まあお金は稼ぎたいけど楽しく仕事したいがあるんで、まあお店の雰囲気がいいところで選んだっていうのが、まあ表の話で、裏の話はこれです。遺跡品で来たんです。今ねキャンペーンやってるみたいで。入店されたのっていつ頃でした？入ったばっかりなんで僕まだ12月ですね。本店さん入ってみた印象だったりとか？入ってみた印象ですか。遺跡品目当てで入ったと思うんです。でもやっぱ入ってみるとすごい楽しいですね。働きやすいですし、みんな優しいというか、
まあ、東京の人めっちゃ冷たいイメージあったんですけど、みんなフレンドリーですよ、こんなやつに。ってことは今お客様の数とかって今はゼロですね。ってことは売り上げもそんなもちろんゼロですよ。仮面つけて営業されてるんですか。はい、そりゃゼロですお客さんってできそうですか。きっとこの顔を好きになってくれる人がいると思います。今ってどちらに住んでいらっしゃいます。今は寮ですね。久しぶりの寮生活なんで住みやすくはないですよね、やっぱ寮は。4000万の時とかすごいところ。僕家賃にはお金かけたくないタイプなんで、人並みぐらいの家には住んでましたね。でも最後の質問になるんですけど、今後の目標を、まあ、歌舞伎来たからにはやっぱりまずは今の店でナンバーワン。かっこよくないですか、この仮面かぶってるナンバーワン。めちゃくちゃ煽り倒したいですね、この顔で。インタビューだったりとか、はい、させていただいてありがとうございます。あ、こちらこそ、ありがとうございます。これはもうもらおうかな。次回、おとけ系ホストアイルさんのさらなる全貌に迫ります。